私はすごく認知の幅が広がったというか、うん、あの年代の幅が広がったっていうのは肌で感じていて、昨年この場で朝を彩れるようなそんな女性になれたらいいなっていう話をさせていただいたんですけど、うん、本年はあのポケモンとどこ行くっていう番組をさせていただいていて、うん、そちらの方で朝の番組やってるんですけど、うん、あのお子さんからの認知がだったりも上がったりして、うんうん、街中で撮影した時にあなんかポケモンのお姉さんだって言ってもらったりするのが嬉しい、ね、すごく嬉しくてこうしてなんかのファンの方との交流っていうのがこれまでなかなか設けることもできなかったので、こうしてなんか幅広い方に知っていただきながら、そして何かこうやって表に出る仕事とかそういうものに憧れを持っていただけるような、自分自身人間としても憧れをいただい抱いていただけるようなそんな自分になれたらいいなと自分を見つめ直せた、そんな1年でした。2024年はその1月クール、私もフジテレビ系列さんの方でリビングの松永さんという岩下恵子さんの作品を実写化させていただくのがあるので、今絶賛撮影中なんですけど、本当に冬が厳しくて寒くてそう、ね、あのとても冷え性なので、2024年は冷え性をとにかくもう叩きのめす感じで、やっぱり冷え性って年中あるんですよね、特に末端冷え性は。なので撮影にもそうなんですよ、支障が生まれてきたりもするので、2024年はお仕事に響かないように冷え性をもうぶっ気をつけて冷え性をすごくもう叩きのめすやっつけるっていうのを目標に頑張っていきたいですし、バラエティだったりお芝居であったり、まあ、いろんな役に、まあ、2023年は出会えたので、2024年まず最初に学生役、今22歳なので22歳にして高校生を演じることができる、すごく面白いお仕事を今させていただいているなと思っているので、幅広い役と出会えるそんな1年にできたらいいなと思っています。先輩どうですか？あ、全然できてるよ、26でも。そうですよね、ごめんね。まだまだできます。よろしくお願いします。何重にももうとりあえず重ねとこうっていうことでなんかわあ蜂だ、まあ、に上2枚下も2枚、まあ、特に学生服とかだとミニスカートで下が着込めないので、なスパッツみたいなの3枚ぐらい重ねて春回路を4枚貼ってすごい上半身とかにもとにかくなんかあの鎧かのように春回路を貼るっていうのが私のルーティンです。今も結構じゃ重ねてらっしゃる。今はですね、太陽がすごい照ってくれているので日中はまだ大丈夫なんですけど、あの超極端してます。今年はそうですね、ちょっとなんていうか落ち着いたようなお着物を選ばせていただいたんですけど、うん、その中でも胸元のこのレースだったり、ね、バールとかね、バールもついていて、うん、可愛らしさと華やかさ、うん、そして上品さが同居したような、うん、そんなお着物になっていて、このデザインの方もすごく四季折々のお花が描かれていて、桜であったりとかボタンであったりとか、うん、菊らしいお花であったりとか、いろんなお花が描かれていて、なんかすごくいい年迎えれそうやなっていう着ているだけで福を呼び込めそうな、うん、そんなお着物だなと思ってます。私はもう白一択なので私はもう大事な時は白しか着ないので、あ、そうなんだ、っていうとちょっとあれですけど、だいたい白なのでこの色を大切にしていきたいです、うんうん、現場でいかに自分らしく過ごせるかってことにすごく重きを置いた1年で、なんか食べるものであったりとか持っていくものとかをすごく考えてたんですけど、なんかその今回私初めて、私も役で髪の毛をバサッと変えるっていうのを初めてやって、あんまりなんか自分のもともと持っている髪の毛のスタイルから変えるっていうことが、役で変えるってことがあんまりなかったんですけど、今回初めて役でエクステをつけてロングに今しているので、そのエクステがすごく綺麗になる、なんか髪の解くやつ串とか、なんか最近食の方だとおにぎりにハマってて、イクラと鮭の焼きハラスのおにぎりが大好きで、あとゆで卵を必ず持っているっていうのを最近はルーティンにしてます。それがもう私の大事な現場のルールです。